キンちゃんです。クレちゃんです。ハルハルです。アラサーほろ酔いたい、乾杯。ね、かわいいね。クレームブリュレアイスクリームクレープ、クレープ、うん、で、乾杯です、ね、今日は。うん、うん、バイバイ。うん、おいしい、おいしい。今までに出会ったヤバい女の話。バカチンガ。もう本当に私ね、キンキンに出会ったヤバい女いる。わーいる。なんか電車に乗ってて、優先席の前に私立ってたのよ。で20代前半とか下手したら10代とかじゃないかなってぐらいの男女のカップルね、が2人座ってたのよ。でその時結構混んでて、でその前にね、まあ、お年寄りのおばあちゃんおじいちゃんとかもう立ってたのね。そう立ってるのに普通に座ってるのよ。でもうやだなって思っちゃってこう見てたのよ。で突然彼女の方がなんかベビーパウダーを取り出して、ベビーパウダーあるじゃん。まあベビーパウダーっていうのは体にも塗れるし、あの顔とかにもねケアとしていいみたいなパウダーなんだけど、それを取り出して急に自分の前髪に塗り出したの。くるくるパン。前髪前髪、ま、今の若い子って前髪にパウダー塗るって思って、なんかちょっとさ、まあ、帰りの電車でもあったから、結構さそのオイリーな感じになっちゃってたんだよね。ペタペタしてた。ちょっとペタペタしてて、そのケアなのかわかんないけど、サラサラにしたかったかな、なんかパウダーを急にポンポンポンって塗り始めて、で鏡見ながらやってるわけよ。でその隣にいる彼氏はさ、まあ、なんかいつも通り当たり前の感じで見てるわけ、だからいつもやってんなと思って、さらにその前髪からどんどん下に降りてきて顔も塗っていくわけよ。え、ここでお直しみたいな。まずさ、まあ、お化粧をさ、電車でするのってあんまりって言うじゃん。そうだね。だけどベビーパウダーって結構すごい強いと思って、それやるとめっちゃなんか結構さハート強いじゃん。そうで、そしたらね、さらに面白いのが、その彼女が彼氏にベビーパウダーを渡したの。で、その彼氏まで顔に塗り出したの、パウダーも。やるじゃないか。え、何これ、何これ。で、でもその彼氏はなんかそのちょっと慣れてない感じなのか、でもこう塗り込み方がこう面積ちっちゃいみたいな感じで、なんかちょっとここのほっぺのあたりだけこう塗り込んでるの。あ、もうちょっとなんかこう、あの鼻の方も塗ったらとか結構言ってて、混んでたから、その電車が、そのさ不思議なパウダーカップルを見ながら、もうおじいちゃんおばあちゃんで私とかもこうガン見よね。なんだこのなんか景色はみたいな、不思議なカップルを見るような感じで、すごいわ、すごいなと思って、すごいやばいなって思った。やばいね。やばいでしょ。いろんな意味で強い。うん、面白い。なんか笑っちゃって、なんかでも途中で、なんかもうあまりにもすげえ白白ってさ、何してんだろうと思う。なんか粉がパパパパに舞ってるからさ、いや、おもろっと思って。なんかやばい、やばい、すげえ複雑な気持ちになる。そうね、アラサーほろ酔いたい。あのね、思い出した話が一つあって、学生の時にバイトしてたバイト先の話なんだけど、3、4校ぐらいね、私より年上の、まあ、お姉様が私より後に入ってきたんだけど、その人がね、帰国子女っていうのかな、多分海外に、まあ、何年かいらっしゃって、まあ、日本帰ってきて、今はもう日本で生活して、でフリーターみたいな感じで、まあ、私のバイト先に入ってきたみたいなお姉さんだったんだけど、結構私のバイト先にね、海外の観光客のお客さんとか来たことがあって、であの英語でなんかこうメニューを言ってあげるっていうかさ、説明これ何とか聞かれた時に、まあ、英語で言ってあげたり、なんかそのガイドしてあげられたらいいよねみたいな感じのお店だったのね。まあ別に全然できなくていいんだけど、英語はね、ただまあできるんであれば、まあ、言ってあげたら親切だよねみたいな感じで、
私もまあその時勉強英語勉強してたし、うん、まあできるだけさ、まあ、観光客の方外国人、うんね、外国の方が来た時は英語で対応して、うん、できたらいいなと思ってたわけ、うん、入ってきたお姉さんの場合も美しいよだからペラペラなわけね、うん、そうね普通に喋れるんだもんねそうもう全然喋るペラペラのレベル、うん、ペラペラレベルの人だったんだけど、うん、その人に1回ね、なんかこれって英語でなんて言うんですかみたいな感じで純粋に質問を、なんかこの人だったら絶対帰国子女だから、うん、なんて言うかも絶対知ってるし分かるから、うん、これってな英語でなんて言うんですかみたいな、うん、っていう感じで1回聞いたことがあったの、うん、答えてくれなかったの、うん、え、やばくない？わかりませんみたいな、なんか、みたいな、みたいな感じ、多分なんか教えたくないっていう気持ちで答えなかったんだと思うけど、なんで？分かんない。なんでだろう。もう明らかに意地悪みたいな、意地悪で答えません、教えませんみたいな感じでなんか、うん、なんか私が聞いてもなんか、みたいな感じで、されたことが。意地悪やなそれ。やばいよね。絶対わかるし、自分が多分対応するときは絶対言ってんのよ。自分はねできるから。わかる。材料の名前みたいな。なんか調理の仕方とか。例えばだけどさ、なんかもんじゃとかだったらさ、焼き方とかを教えてあげたりするじゃん。そういう感じで、例えばこれは最初にこうしてくださいとか。でこうなったら次こうしてくださいとかそういう。でもそいつ絶対できるし分かってるのに教えてくれなかったんだよね。あいつはマジで今思い出してもやばいなと思って。意地悪だなって思って。意地悪だなって思って。プライドが高かったんだと思う、その人も。なんか教えたくない自分の知識とかをなんかただで他人に教えたくないみたいな感じの人だったなって思う。いるんだよ、そういう人いるいるいる。こともあるもんね。うん。覚えてないわもう。今日はサクッと破産したところでいいもので終わりますか。はい。それでは解散。グッドボタンと。